この動画ではインスマンス出身で気が付いたらこんな姿になってしまっていた私メグがクトゥルフ神話と神話生物を勉強しながらゆるーく紹介していきます前回の動画では創始者ラグクラフトについてご紹介しましたがちょっと疑問を持ちませんでしたか今やさまざまな創作物に影響を与えているクトゥルフ神話の生みの親が 貧乏作家という紹介で終わってしまっていることにそう一部熱狂的なファンや共に創作に夢中になった作家仲間はいたわけですが世界的に注目を集めるようになった要因は実は彼の死後コズミックホラーの世界観に感化され生み出された数多くの作品とその体系化を担った作家仲間らの功績にあります今回も紹介にあたっては森瀬亮先生の 図解クトゥルフ神話ゲームシナリオのためのクトゥル神話辞典を参考にさせていただいておりますさてラグクラフトと同時期に筆を取っていた共同創始者ともいえる作家らはクラーク・アシュトン・スミスロバート・ブロックロバート・ E ・ハワードオーガスト・ダーレスなどが挙げられますがラグクラフトと彼らは文通などを通して ワードやアイデアを交換し自分の作品に組み込むことでその世界観を展開し作品を生み出していきましたそうこの当時はまだクトゥルフ神話という世界観が確立しておらず自由に創作されていました実はその作品群の体系化を図りクトゥルフ神話と呼称したのはラブクラフトの死後作家仲間であったオーガストダーレスによるものと言われています ダーレスはラグクラフトの作品を世に広めようと奮闘しますが最初はなかなかうまくいきませんそれでも諦めずアーカムハウスという出版社を作り上げクトゥルフ神話の作品群を世に送り出していきました他にもクトゥルフ用護集という形で体系化を図ったフランシス・ティ・レイニーやダーレスの一種を継いだリン・カーターなどがクトゥルフの発展と 後世に繋ぐ役割を担ったそうですがさらに独自の体系化を進めたのがクトゥルフ神話 TRPG のゲームデザイナーのサンディ・ピーターセンですクトゥルフ神話の世界観を追体験できる TRPG というアナログゲームのルールブックを作成することで曖昧だった定義や用語が確立していった部分もあり1980年代以降の クトゥルフ神話作品に大きな影響を与えているととのことちなみにこのクトゥルフ神話 TRPG から私もクトゥルフ神話を知った口なのでいずれ改めてご紹介したいと思います生前は評価されず死後に日の目を見ることになった作品は数多く存在するわけですがラグクラフトそしてクトゥルフ神話自体もその一因なのですねとはいえ ラグクラフトの死後にこうしてクトゥルフ神話が確立していっているということは彼の思想との相違が少なからずそこには生まれていることを念頭に置いておくことも大事ですね続きまして前回ご紹介した魔王アザトースの代行者でありあまりにも有名なこちらの写真を簡単にご紹介「ハイヨル混沌ンンニャルラトホテプ」 他にもナイアルト・ホテップ、ニャルラト・テップだったりとさまざまな読み方がされています。大滝啓介先生翻訳の「ラブクラフト全集6」に収録されている「未知なるカダスを夢に求めて」の作中にて。のと書かれているように魔王アザトースの周囲で 太鼓やフルートの音色を奏でている神々どもの使者であり魂でもありますそして何より特徴的なのは「無限」と称されるほどの姿と異名を持つ存在であること顔がないゆえに「千の顔を持つ者」と呼ばれ時空を超えてあらゆる時間と場所へと出現するようですその姿は時にエジプト人のような 痩せた長身の男の姿暗黒のファラオであったり触手をくねらせブクブクに膨れ上がった巨大な女の姿膨らんだ女であったり3箇所に赤岩を光らせ黒い翼を持った闇をさまよう者であったりとまさに千差万別無定型の姿であることが多い神々の中でも別の意味で定まった姿を持たない特殊な存在といえますね。 そんなニャルラトホテプの姿の一つを今回はポール・コモダさんの解釈により権限「ハイヨル混沌ンンニャルラトホテプ」の写真をお借りしてご紹介いたしますこちらは核兵器の研究を推進する物理学者から脱皮しその姿を表したところを再現したそうですその体は爬虫類のようでありながら昆虫の手足や気管 人間の臓器を思わせるディティールをデジタル造形により細部に至るまで表現していますこちらの彩色マスターはデイヴィッド・ディルさんが担当制作の月光よりこの彩色こそがコズミックホラーとのことですマンの大輔さん過去産婦人科 M さんによる渾身の造形豆魚雷さんから昨年発売されました ニャルラトホテプはおつむがない主人失礼魔王アザトースの盛り役ではなく死者としてさまざまな時空で暗躍をする中で人類に混乱と恐怖をもたらす存在ですその真意は定かではありませんが私たちが日々足元にいる微生物を気にして過ごしているわけでもなく時にはいたずらに時には意図せず踏みにじっているのと同じかもしれませんさて 次回はこれまで登場してきた邪神たち、神格にも分類があるのでご紹介します。お楽しみに。